訓練生たちの動きを見たい。はっ。これはひょっとして見逃してくださる流れなのでは？そんなわけがなかった。でお前は一体ここで何をしている？皇太子殿下におかれましてはご機嫌麗しゅう。一階の候補生に直々のお声掛け、恐悦至極に存じます。ほう、お前が俺の思っている人物でないなら、うん、俺が直接触れても構わないということになるが、うん、ほら早く反論してみろ。とはいえただの騎士候補生が随分と無礼な口を聞くじゃないか。申し訳ありません。何に対しての謝罪だかわからないな。何をしたのか自分の口でちゃんと言え。私は単走してまで殿下に黙ったまま騎士候補生の訓練に潜り込んでいました。誠に申し訳ありません。上出来だ。だがなぜこんな真似をしている？だってあなたが考案した訓練を私だって受けてみたかった。続けるには条件がある。しっかりと休養を取れ。それとくれぐれも性別を悟られるな。守れるか？はい。